こんにちは。今日はですね、またデュエルマスターズのパック3パック開封していきたいと思うんですが、今日のパックはですね、こちらです。この前開封した動画を出したんですが、それの次に出たパックですね。ということで、まあ、新しいやつになります。はい、ということで内容はですね、はい、全58種、多分同じだと思うんですが、コモン22、アンコモン14、レア14、ベリーレア4、スーパーレア2、ビクトリーカード1、ダブルビクトリーカード1ということになります。ビクトリーカードか、またビクトリーカードどっちかというわけで、まあ、バックナイパーでいきたいと思います。ベリーレアがもういきなり出ました。はい、強固大王サウザールギオンです、ね。今回はまあちょっとは引きがいいかもしれないです。はい、続いてバック目いきたいと思います。レアカードですね。ベルザエレメンタル。大集結と思う。はい。まあ一応またレアですけど、レアです。はい。じゃあこれ一番前に。これ結構かっこいいですね。デザイン的に。これもベリーレアです。慈悲の精霊竜イブローラ、よくわかんないですけど、はい、光ってますね。よくわかんないです。よくわかんない連発しすぎて本当に申し訳ないんですが、はい、ということで今回はもうトータル的には悪くないんじゃないかな。多分これが一番いいですね。今回はまあまあ良かったかなと。はい、というわけでね、今日の動画はこれで終了です。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。またコメントや評価の方もぜひよろしくお願いします。あとツイッターもやってるんで、自分のコメントのところに、ね、貼っておくんで、そこをクリックしてフォローよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。